됐어. こんな極端な多分これ防水はしてないと思うんで、そんなには、あ、全然ですね。十分です。ちょっと押した柿があるんだよな。こんなすぐ取れちゃうの？なんか色変えたなこれ。これなんか一回やったのかな俺もちょっとなんか。メーカー修理でもやったのかなこれ。すげえあっさり取れました。でもこっちもちょっと一緒にやっちゃいましょうか。なんか同時にやった方が多分いいと思うんで、でまたここからヒーティングいきますね。ちょっとドライヤー落としますけど、あのさこっちバラしかやるかな。ヒーティングしますよね。連続ヒーティング。やめた。気が変わってちょっと。先こっちをちょっと先にやってからやりましょう。で基板をどうしようかな。基板を外してバッテリーを離さなきゃダメか。あ、別に、はい、あ、別に持ってらさなくていいか。このままやればいいのか。これバッテリー入ってるんで、確かこれね、あのこうミドルフレーム全部一体化になってるんで、これ取る感じなんですよ確かね。シム取るのいいとこ先に。またやっちゃうとこだ。覚えてる気がないと。先取るようにしましょう。やっと横ですね。かなりの確率で忘れちゃうんだ、これ。これは、多分海外版、デュエルシムなんですよ、多分ね。海外版。国内版なんで一個潰してますけど。多分海外版は。デュアルシムなんでしょう。これがちょっとやっぱチープな感じですね。なんかね、やっぱね、コスパ端末なんで、そもそも。どうしようかな。多分これ全部ネジ一緒だと思うんですけどね。分ける必要ねえか、別にこれ。こっちやるか。こっちでいいか。1、2、3、4、5、6。7個かな。
割とこれデザインがギャラクシーの割に割と悪くなかったんで、いいなぁと、なかなかいいなっていうか、まあそんなに悪くないなと思ったんですけどね。使ってみたら結構もっさりで ああ、やっぱコスパ保つなんだと。結構なもっさりな感じでしたね、使った感じは。じゃねえか。これどこまであれかな、メジャー打つんだろうね。ちょっとこれちょっとカンペ確認しよう。ちょっとどこまでメジャー打つんだっけな、これ。あれ？また。全部か。ダミーか、これ分かれてんの。いや、違うな、それだけなかったな。これブラックはちょっとこれ色が白いんで分かりづらいんですけど、これちょっと色が違うから分かりやすいですね。多分こんだけでいい。黒、あ、これ黒いら、これ外さなくてよかったか、これ。このとこは外さなくてよかったですね、これね、黒のとこが。これで、多分この隙間からですね、なんでやろうかな、これ。テープ貼ってんのか、ちょっとこれ、あれすればいいですけど。こっちから始めるのかな、どっちから始めるのかな、これ。あ、これネジが飛ばないように、ちょっとこれネジパシーンってやっちゃいますね。裏側からどっちからのベストかな。ちょっと回っちゃってんだ、この先やつと。これも私さん気がするなやつ、これ。下が割と悪くな。
下がちょっと割とそうでもないか。手切れそうだな、これちょっと、これちょっと危ないです、これね、ペラッとね、ちょっとほぼナイフですけど、これもこれこれで痛いわ。下からいい、これか、下から、これはちょっとあれですね、傷つくのを前提でやんないとちょっとって感じですね。もうちょっと、これがあるといかんかも。これがあるといいかもしれない。ちょっとこの反対側、これあのボタンとかあるんで、あんまり向こうがやらない。これちょっとシム取るの、これ細くなってるんで、シムの入り口がちょっと危ないですけど、こっちからが、あ、これがベストですね。なんかなんだこれ。ボタン、あ、そうな、ボタンのこれあれがありますね、受けが。あれ、ネジ1個忘れてる、もしかして。大丈夫か。ついてるのテープかな、これなんか。あ、ネジもう一個ある、これ隠れたわ。危ない危ない、壊れたかった。これテープにちょっと隠れてたんですよ、ネジが。危ない危ない、やっちゃうとこだったわ、これ。何これ、テープか、これ一部。テープが一応、あ、これ一応防水なのかな、一応これの。こういう感じになってます。で、やるときですね、こっち側ちょっとやっちゃうと、ちょっとあのこのチューナーランテナケーブルがちょっと怖いです。あとこの辺もちょっとアンテナとかあるんで、あんまこっち側をすやるのおすすめしないですね。でこっち側ボタンのあれで、ボタン関係ないか、これボタンは全部でケーブル、これ使って多分いってるみたいですね、この。なんで、ここは別に良かったですね、やっても別に。なんか別にこう、グイやってもあまり関係なかった、まあ、関係なくはないけど。あ、でもこれか、これが、入れるときに当たって、なんかやばくなりそうな気もするんで。こうなってるんで、あんまりこうグイグイやると、この内部がこっちですね。筐体じゃなくてこっちのカバー側の方がやられちゃう可能性があるんで、あんまりやらない方がいい。あとこの上もちょっとですね、これいろいろこう張り巡らされてるんで、やらない方がいいですね。そういったら下もちょっとこれ色あるんですよ、いろいろ。なんか結構ミドルフメリいろいろこう張り付いてるんで、特にここは下はまずい感じですね。よし、これ一回取ると次がちょっとね、やりやすいんでね。これはまあどちらかでは壊れてもいい状態なんで。ではちょっとこちらですね、もう一個の方をちょっとやっていきましょう。フィーティングしていきましょう。こっちはちょっと喉乾いた。
しいか。こっちが効いてみます。
しょう。手袋、あれ手袋。同じ感じぐらいのテープですね、おそらく。多分あんだけ温めれば、引っ張れば取れるぐらいの感じですね。クジラの口みたいなガーみたいな。あ、やべ、なんか音がした。割れてないか、大丈夫か。同様にメジャーとしていきましょう。さっき学びましたんで、下2個だけで虹は OK。で、上は7個ですね。これはテープが貼ってある場所はちょっと違うんで、これが分かりやすいですよね。これがさっきはテープが完全にこうネジのとこ覆ってちゃったんで、覆ってたんでちょっとネジがちょっと隠れて見づらかったですけど、これはちゃんと分かるようになってます。多分テープ一緒なのかな。ケーブル、フレッケーブル緩いなってなんかな。ワード、ワードこれあれかな、遊びも出すのかな。これ多少バッテリーが膨らんでもいいようにしてるのかな。もしかしたら分かんないですけど、どうでしょうか。どっとかけな、こっち側まずいの、こっち側か。あんまり気をつけたくねえなこれな。下からやってるかと思う。下から下から、一箇所ちょっと犠牲になってもらって、一箇所ちょっと、たくみちょっと、ちょっと気にしなくていいんですけどね。この
どこをやるのか、最初のこの今こう一撃をやるとこはですね、ちょっとあのケーブルとかある場所はちょっとよろしくないところで、これはまあ別にあのでは基板外していきましょう。こちら側はダメな基板です。確かにこれ1個ネジがあるんですよね、基板これですね、結構基板ネジがあるんで、これ外せば多分すぐ取れてます。これはネジをどこにやろうかな、ちょっとこれネジと、特別扱いしたもん。で、毎回着物の収納ランチのケーブルですね。ギャラクシーは言っても結構と、これは丈夫な気がするんだけど。で、インカメは置いていきます。多分すぐ取れると思うんですよ、これは。カメラはちょっと変えてきます。抜けないかカメラこれ。カメラちょっと接着されてますもんね、これね。カメラついたものでもいいんですけど、ちょっとあのこっちのカメラは動作確認済みなんで、ちょっと、まあ、部品取りとかの関係で、ちょっと あれ取れちゃったこれ、ね、やる前に取れちゃったよ。一応こっちが済んでますよってことでやるしかない。ちょっとネジは後外した方がいいですね。ちょっとネジ先外しちゃうと基板すぐ取れちゃうんで、
やめた、もういいや、元戻そう、これテープがちょっと取れちゃった、これこれは、どっちだっけ、どっちか、これはテープがついてるからこっちのカメラだね、これがそもそも。これは元々か。こっちが元々で、こっちがこれか。これでいいか。あとこっちか。どこだっけ、ここだっけ、忘れてた、目印。はい。はい。はい、お待たせしました。あ、そうです。こちらとお持ちください。うちじゃないですね。近いと隣か。29の1、ここは。あ、申し訳ございません。はい。はい。
え、村木屋じゃないな隣の建物と間違えてたんだけど、村木屋だったわ。しれっとそうですとか言って、逆にあれだよな、今サガーだったけど、猫ポスとかじゃ間違ってあれ、そういうこともあり得るようなのかな。実際で昔なんか使えなかったと、ただ郵便物あるんで、2階、あれ1階だけか2階かな、前にあったんだよな、いつかのことは。で、フレームをつけます。これでフレームつけないとボタンが効かない仕様なんで、これつけちゃいますね。ネジをつけてって、これカサッ、こっちはやっていくか、ちょっと散らかったままだとあれなんで、じゃあこっちはもうつけちゃいますね。これあの別にしたカメラ別にしたの、こっちはあの大丈夫の時にあのスピーカーとカメラは、あとイヤホンか、イヤホンジャックは一応これ動作確認したんで、まあ部品取りに使う時のまあ参考というかですね、あれになるんで。これはこっちであれなんですよね、こっち側になりますと。仲良くやってみましょう。だから仲良くやっていきましょう。多分これネジ分けますよ。多分ネジでも一緒ですけど、でも多分これ一応分けてやりましたけども、おそらくネジはでも一緒ですので、分ける必要はない、必要がない気がします。多分前でも分ける癖をつけたことですね。たまにちょっとね、やっぱり違うネジでもあったりするんで、可能性として、
難しすぎて。足で。これコチョネジだからな、テープついてるから。まあいいや。あ、ね。コロナでちょっと皮膚がやられちゃってですね、かぶれですか、皮膚の。今医者も分かんないですけど、何もね、実際あの何がどうなってあれか分からないんですけども、あのコロナのワクチンを打ってから皮膚のかぶれが出だしてですねまあ他に原因あるかもしれないですけど、でも他にちょっとなんか考えられないんですよね。医者は聞く、なんかまだほら知見がないから医者もわかんないですよね、聞かれても。まあそうかなぐらいのレベルなんで、まあ自分の体感で判断するしかないですよね。あれ当たった。まあ多分でもワクチン打ってからのタイミングなんで、多分そうだと思うんですけどね。でもしかしたらあのそのタイミングで無症状で感染してて、その後遺症かもしれないですけどね。ワクチンの後遺症だったら、もう1年ぐらい続いてますからね。ワクチンの後遺症だったら、まあ1年は続くはずないんで、じゃあ無症状でかかったのかなという懸念もありますが、ちょっとまあそれは分かんないです。検査しないからね、結局。日本は検査しないですからね、全数検査とか。それがいまだに分からないです。あの無症状感染の後遺症なのか、ワクチンの後遺症なのか。ただワクチンの後遺症はそんな続くわけはないというのが多分医者の見解ですけども、でも結局コロナのことって医者も分かってないから、医者はそう言ったからってそうかなと、そうですねと、にわかにちょっと納得しがたいですよね。もしかしたらその、まあ今のところそのなんかワクチンの後遺症なんて言われてないですけど、でも、まあ別にあり得るっちゃあり得るのかなと思いますよね。ちゃんとあの過去の症例から知見があるのであればですね、違うって言われれば違うなと思うけど、全くコロナのこと分かってないこと多すぎるから、まあワクチンの後遺症かもしれないなと。たまたまコロナウイルスはワクチンの後遺症が長く続くんでしたって後で、ね、なるかもしれないし、もしかしたら。それは分かんないですからね、何にもその辺は。こっちはもうちょっとあれと言ってこっちは一応ちょっと使うやつなんで、ちょっと温めてからつけますね。ちょっとねじがちょっとテープ乾いちゃって、ちょっとなんか粘着力なくなってるんで。
しますよね。一旦出る感じですね。熱に左右されるなんか結構ですね。結構固まっちゃいますね、熱が冷めから。ちょっと余裕があるから、もしかしたらこれバッテリーがダメだったのかな。バッテリー膨張で一回ダメだったんですかな、もしかしたらちょっと気がするんですけど、だってやばい、ちょっと失敗しちゃった。何やってんだ、これではつかないと思うんだけど、バッテリーの空になってるだろうから、これでまあ充電できれば OK なんですけどね。充電かまします。ケーブルはこれ B なんですよ、タイプね、これね、今時珍しく。こんなこと、こっち違うかなと思って、これではバッテリーが充電できれば多分あ大丈夫ですね。 OK OK、 こっちは多分ダメかな、やっぱり。これバッテリー入ってる状態なんですけど、これで起動すれば結構笑っちゃうんだけど、無理ですね、やっぱり基盤ダメですよ、これね。これバッテリーも 90% ぐらい充電してあるんで、もしあの基板電源系だったらこれであれ足らずなんですけど、運針ですね、全く反応なしですね。予想通りって予想通りですけど、これがまあしばらく感染保護で流行ってるんで少し時間かかると思いますけど、ギャラクシー A7 の基盤移植ですか。ありがとうございます。